皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム所持キャのネコリンです。本日はこちらディスガイア RPG の、イベント紹介とキャラクターですねの強さを、そしてガチャ動画、この3本立てでね、ちょっと皆さんにお話しさせていただきたいと思います。今回 BGM として流しているのはワンダーキャッスル、ディスガイア2の拠点 BGM のです。こちらね、ちょっとポップ系のBGM になるんですけども、何回聞いてもね飽きない、俺は好きな BGM となってます。ディスガイア2でよーくお世話になった BGM、 こちらと一緒にやっていきたいと思います。じゃあまずこちらですね、今来てるイベントですね、お知らせ、こちらですね、魔法少女ピュアピュアーズ開催ということで、魔法少女ピュアピュアーズというものはですね、ディスガイア RPG のオリジナルキャラクターのコスチュームになるんですけども、原作の中でかなり人気があるキャラクターですね。ディスガイア D2 のシシリー、ラハールの妹、そしてアルティナ、アルティナはディスガイア5から、キリアとかなり関係のあるキャラクター、そして男僧侶が魔法少女のコスチュームとして登場したラボラクル、この3人がね、今回入手できるよということになります。一応ね、ピュアシシリーとダークアルティナはガチャ限定になるんですけれどもね。ラボラクについては今までと同様にイベントを周回することで手に入れることができるキャラクターとなっております。ちょっとそっちもね、今から紹介しようと思います。今までと同様にね、特攻キャラクターがそれぞれあるんですけれども、特攻キャラクターを含めてパーセントを稼いでいき、ここのね、交換所で手に入れることができるラボラクル。こんな感じで。またここでいつも通り交換することができます。自分はまだ一人しかね、交換してないんですけども、今回もラボラクルは最後まで交換したいなというふうに思っています。今までだったらキャラクター紹介とか原作でのキャラクターの立ち位置、歴史ということを話していたんですが、今回は完全オリジナルコスチュームということなので、語らずに、このディスガイア RPG の中でのキャラクターの強さを説明させていただこうと思います。シシリーについてはね、ラハールを以前紹介させていただいた動画で話しています。よろしければそちらを見てください。アルティナについて知りたいなっていう方は、ディスガイア3000時間以上遊んでいる私なりに歴史等をね、また紹介させていただきたいと思いますので、コメント等でもし知りたいなっていうのね、希望がありましたら語らせていただこうと思います。では早速、今回のキャラクターラボラクについてお話ししようと思います。まずこちらラボラクルね、可愛いよね、クラス魔法少女ということで、男の子なんですけれども、男僧侶の魔法少女版というふうになっています。まず取得技ですね。こちら、綿毛の誘惑。アタックマイナス 15%、スピードマイナス 5% ですね。そして、恵みの花畑。こちらが一応全体の回復技となってますね。HP 回復症でスピードプラス 3%、そしてタンポポの微笑みが全体回復、イントプラス 15%、ディフェンスプラス 15% ということになってます。それ以外ね、魔法に関しては唯一攻撃技でメガファイヤーを覚える。ギガヒール等も覚えるので、かなり回復特化のキャラクターということになりますね。武器についてはちょっと省略いたします。で、マビリティがですね、魔法少女の教えということで、パーティーの人型キャラのイントプラス 16%。魔改造に関しては、サブマビリティがね、高まれ魔法少女愛ということで、自分の SP プラス 8% を増やしたりとか、タンポポの加護で、パーティーの HP を自身の最大 HP の 6% 回復。そしてラブシールド、パーティーが単体攻撃で受けるダメージマイナス 12% ということで、かなり支援寄りのキャラクターになってます。人型イントパーティーの中ではね、結構やっぱイントをバフするということでね、あと固有技のディフェンスバフ、タンポポの微笑みも合わせて、イントパーティーの中では結構立ち位置の中ではいいんじゃないでしょうか。補助なのでね、攻撃手段がとても少ない。消費スピードの多い、例えばメガファイヤとかね、その辺だけになって、ダンディライオンか、だけになってしまうっていうのが、ちょっとどうなのかなというところにはなります。魔改造プラス1のね、自分の SP プラス8というところを習得を最優先
にまず魔改造してもらえば、まあ、恵みの花畑が消費スピードも少なく全体回復、そしてスピードもプラス 3% 上げることができるので、まあ、イントパーティーの全体の耐久力も上げつつスピードも上げるというところで、まあまあイントの中ではいいんじゃないでしょうか。まあ現状ね、あまりサポートヒーラーというのがディスガイ RPG 今の自分の中ではあまり活躍できていない場面もありますので、バフキャラとしてラボラフルを使うのはいいと思います。ただちょっと気になるのが魔改造プラス2の基礎パラメーターがプラス 10% というところがあります。そして配布キャラもちょっとね、なかなかないなというところもありますので、ちょっと成長が遅いのかなというところが個人的には気になるところだと思います。この魔改造プラス5が取れれば話は変わるんですが、まあ、なんとか4凸5凸ニジプリリンとか使って育てたい人を育てるのはありなのかなと思います。まあサポートキャラですので自分は使ってもいいんじゃないかなと思います。それよりも男の子好きであればこれは集めるしかないんじゃないかなというふうに個人的に思います。みんな集めようね。ということでラボーラクについてまずお話しさせていただきました。次はね、ピュアシシリーとダークアルティナについてお話をさせていただこうと思います。こちらですね、まずピュアシシリーになります。個人的にね、ピュアシシリーむちゃくちゃ強いと思います。まあ、スピードは54ということで、さっきのラボラクに比べたらは速い方なんですけれども、まず何が強いかというと、イントが今までのキャラクターと圧倒的に違うんですよ。めちゃくちゃ高い。その高さがやはり強い。まあ、まずマビリティについてですが、マビリティはまあパーティーのイントディフェンスプラス 13% 桜色の魔法少女。ピュアアーツ、パーティーの杖、魔物、魔法武器、装備キャラの攻撃、通常攻撃をイント依存にする。イント依存にするっていうのもね、びっくりだよね。そしてターン開始時、杖、魔物、魔法武器、装備キャラの SP プラス7。杖とか魔物、魔法武器のキャラクターとね、合わせるパーティーとしてもかなり役に立ちます。そしてピュアパワー。パーティーの杖、魔物魔法武器装備キャラが必殺技に与えるダメージがプラス 10%、13%。かなり強いですね。アタッカーとしても使えるし、まあ、フィニッシャーとかバフかけるとかヒーラーとかね、いろんなところでも使います。なんて言ったってこの技の中だと桜の加護、まあ、味方全体回復もあったりとか、まあ、一番強いのはこのプリミカルマパレードですよね。SP25 で全体攻撃。まあ最大までレベル上げれば多分消費 SP20 で使えるというところが強いですね。まあ今までのシシリーはね、杖キャラなのに剣 SP のサポート持ちというのはね、マビリティでちょっとええって感じでしたけども、ちゃんと杖とかイント魔物のサポートしても使える強いシシリーとなって帰ってきました。どうなんだろうね、多分ね、五凸のマジョリタとかいる場合がかなり強いんじゃないですかね。最初のさ、1から3ウェイ目にさ 20SP の全体も打てるわ、4ウェイ目に 65SP も打てるわっていう代わりで、マジョリタもシシリのサポートも受けれるっていう感じでかなり強いです。魔法の中ではまあメガマジックアップもあるので、イントパーティーをガツン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 上げれるというところがやはり強いです。マビリティね、正直ね、むちゃくちゃ強いと思う。俺だったらね、虹プリに吐くのもいいんじゃないのかなーというふうに思ってます。まあ個人的にですけれどもね。まあダークアルティナともね、結構相互性もあるはあるんですけれども、まあちょっとダークアルティナを使うときに注意点というところは後ほど説明させていただきます。なんつっても、魔改造1で習得できるこのピュアーツが強いですね。イントパーティーといえばやはり通常攻撃が弱いというのが問題なんですけれども、このピュアシシリーがいることによって持ち前の高さね、イントの高い攻撃を通常攻撃でバッチーンとね、かなりの効果力を与えることができるキャラクターですので、
かなり揃ってた方がいいと思う。先ほど言いましたが、攻撃も回復も補助もこれ一人でかなり補えることができるので、むちゃくちゃ強いです。まあ、熟練度に関しては確か剣も強いんですが、ピュアシシリ自体がアタックが低いので、剣を使う意味はないと思います。杖で育てるのがかなり強いキャラクターだと思います。今回ガチャでね、むちゃくちゃ引きたいキャラクターでもあります。欲しい欲しい欲しい。では次、ダークアルティナについて説明させていただきます。まずダークアルティナのね、こちらがステータスになります。ピュアシシリよりはちょっとスピードが高いかなっていう感じですね。アルティナレッツで、ちょっとびっくりだよね。まあ魔法少女ですからね。そこは仕方ないんじゃないかな。そして、マビリティが伝搬する力。パーティーの杖、魔物魔法武器装備キャラのイントプラス 16%。魔性のささやき。ターン終了時の行動ゲージが戦闘の味方キャラのイントプラス 40%。おおって感じだよね。パーティーの杖、魔物魔法武器装備キャラが全体攻撃で与えるダメージプラス 15%。 そしてダークコレクト、戦闘開始時にパーティーのイントがプラス 16% されますよ、というような形のキャラクターになっております。まあ技自体がね、ダークアルティナもマジックライトニングということで、まあ、全体攻撃のイント25という攻撃力、これがねやはり使いやすい。全体イントはね、今までなかなか数は多くなかったので、全体攻撃が使えるという時点でもかなり重宝できると思います。魔改造は、サブマビリティがね、先ほど説明した通りなんですけども、全体的にね、イントキャラクター、まあ、イントパーティーの中でサポートがガツ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 できるので、めちゃくちゃイントパーティーとして重宝するのではないかなと思います。まあ、突出した能力はないといえばないんですけれども、うまく行動順の順番を調整することによって、戦闘の味方キャラクターのイントがプラス 40% されるというので、イントのアタッカーにダークアルティナとの相乗効果、これを合わせることによってかなりの効果力も期待できます。レイドバトルとかでもかなり活躍できるようになるんじゃないでしょうか。そのためにね、スピードのイノセントとか、まあ、靴、お装備してキャラクターのスピードを調整していくことが重要になってくると思います。まあ、例えばピュアシシリー、まあイントパーティーでいうと教授ですね。教授などを調整してガッツンとこのダークアルティナの効果を乗せるとかなり恐ろしいことになるんじゃないかなというふうに個人的には考えています。もうバフサポートとしては最強と言ってもいいんじゃないかなと思ってます。特にマジョリタもいるので、マジョリタも引いてる人はもうピュアシシリー、ダークアルティナ、マジョリタ、ラボーラクル、あと誰か、まあ、例えば教授とかでもいいですし、イントパーティーがねだんだん揃ってきたんで、そろそろイントパーティーむちゃくちゃ良くなってくるんじゃないかなと思います。まあマオでもありだね、マオくん入れてもありだと思います。個人的にはそんな感じですね。まあ両方欲しいキャラクターではありますが、自分としてはこちらのピュアシシリをがっつり狙っていきたいと思っています。ではちょっと長くなりましたが、石はね6000個ありますので、早速魔法少女召喚やっていこうと思います。40連ですね。40連でピュアシシリ、ダークアルティナ、どちらか射抜きたいなと思っています。では早速ガチャに行こうと思います。前半の話興味ないよっていう方はね、ガチャだけ見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。それでは行くよ、頼むよ。爆死を回避したい、ドン。まず10連目。色は微妙、赤が2個。なんか来ないかな。特に何もないね。これは残念そうだな。新しい飼い主、かわいい猫ちゃん、よろしくにゃー。
あ、イケボ聞けなかった。俺の命、あんたに。でもこっちのイケボが聞けたから OK だね。イケボアーマー、よろしく。ドクロ君、お、まさかここで来るとは。昇格昇格、すごいです。頼む、ここで引け引け、引いちまえ。よっしゃ、ついに爆死から解放されたネコリン、もうピアシシリ引いたよ。よっしゃ、むちゃくちゃ嬉しい。よろしく。早速引いたね、ピアシシリね。手を貸してやろう。水地イケベ、イケベって何？イケボ、ちょっと動揺してる。どうぞお引き立てを。かわいい、キュービーかわいいよね。よし、早速10連目でピアシリ引いた。あとはダークアルティナ、ダークアルティナを引けばもう盤石な勝ち。頼むよ。色はそうでもない。あの赤と黄色が混じった色って何だっけ、よくわかんないんだよな。また昇格起こんないかな。お、いいね、獣魔族最高。よろしく。色はまだ全部揃ってないと思う。希少族、俺の命、あんたに預けた。かっこいい魔物系がよく来るね。俺の命、あんたに預けた。俺の命二連チャン。僕頑張ります。かわいいウサギくん。スライム、俺の命あんたに預けた。俺の命預けすぎでしょ、そんなに俺すごいか。俺の命、おい、あんたに預けた。俺の命預けすぎだよ、心配になってくるわ。20連目は特に目星、まあこの子が獣魔族が言ってくれたのはいいですね。では30連目いきましょう。うん、確定が来ない。まあピアシシリ引いちゃったからな。いや、ダークアルティナも引きたいから。まだ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 、よろしく。お、いいね、格闘家。今日からよろしくの日。全体攻撃が優秀なプチオク君。精一杯頑張りますね。ピクシーもいろんな色がいるよね。魔装族、よろしく。星ドクロか、星ポコンちゃんが良かったな。最初から決まっていたことさ。この運命は最初から決まっていたことさ。精一杯頑張りますね。可愛い色違いピクシー。僕今日からよろしくの日。かぶるね。ご用命があれば何なり。久々にメイドちゃん引いたね。さあ30連終わっちゃった。次ラスト、ここで確定来い、確定室来い、頼む。確定室は来ない。でも星3は多い、ね、ここで来てくんないかな。星をもう一回来てくんないかな、ここでな。頑張る。ダークアルティナ欲しいな。僕頑張ります。よろしく。うん、ドクロ君多いね。どうぞお引き立て。キュービの色違い、よろしく頼むぜ。お、パイレーツ久々に引いた。ゾンビ、僕頑張ります。ウサギ、よろしく頼む。お、いいね、重騎士女はいいですよ。よろしく。最後、力を貸そう。あ、初めて引いたんじゃない俺、忍者男。あ、嬉しい嬉しい嬉しい、初めて引いた気がする。ということで40連はこんな感じ。まあピュアシシリーが引けたから、これはむちゃくちゃありですね。まあ、他にも特攻キャラセレクトとかね、ボー君バルバトーゼもあるんですが、やっぱりね、可愛い女の子が弾きたかったんや。弾けなかったよ。アルマースも弾きたいんだけどね。もう一回石貯めたアルマースは最後ちょっと挑戦したい。最後にね、プレミアム召喚のチケットをね、8個単発で行こうと思います。まあ、これはちょっとね、スキップで行こうと思います。精一杯頑張りますね。じゃあ続いてね。いい演出が来るまではスキップでいきます。今日からよろしく部品、よろしく部品。単発強要、頼むから俺に
恵んでくれ。俺の命、あんたに預けた。預けた？星にばっかり。頼むぜ、相棒。どうやら単発鏡は俺には今のところは恵んでくれなさそうだ。頼むぜ、相棒。でもこれ言ったらね、まあピュアシシリー引いてるからもちろん OK なんですけど、48連引いて星4が1個、ちょっと星4の数で言うと少ないなっていう感じはする。まあでもね、目玉キャラクターが引けたのはそれだけでまあ OK と言ってもいいんじゃないでしょうか。さあラスト、おまけのプレミアム召喚はラスト、特に何もなく全部星2で終わりです。最初から決まっていたことさ。ちょっと寂しかったね。はい、ということで今回のガチャ動画の結果になりますが、まあピアシシリーを一体ぶち抜いたというところだけだったね。まあ引けたから OK としましょう。ダークオリティナももちろん欲しかったけど、そこは仕方ない。今後もまたね、引けたらいいかなということになります。まあ計48連かな、48連で星4が1個、数だけで言うと残念ですが、爆死はもちろん回避できたということでいいんじゃないでしょうか、個人的にね。少し長くなってしまいましたが、イベントの紹介とキャラクターの強さを説明させていただきました。そしてガチャ動画もお楽しみいただけましたでしょうか。今後もね、ディスガイ RPG の動画は撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあこれでもね、ディスガイアシリーズ3000時間以上、まあファントムシリーズ合わせると6000時間以上遊んでいるネコリンですが、何かね、こんなこと聞いてみたいなとか、キャラクターの紹介してほしいなということがありましたら、バシバシ応募お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた別の動画配信でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。まったねー。